ここはとある町の学習塾。小さいながらも地元の中高生が多く通っていたのは昔の話。ここ数年は生徒もめっきり減ってしまい、今月ついに生徒ゼロとなってしまったのである。叩くな、もう止めんな。かなえ、俺は風の向くまま、足の向くまま、気の向くままの旅に出るの。はあ、そんな無責任な、この塾どうするのよ。そんなのかなえがやればいいだろ。はあ、私一人でどうすればいいの。もう誰か雇えばいいじゃん。誰か雇うって、生徒一人もいないのにお給料払えるわけないでしょ。いいか、かなえ、もう大学を卒業してからこの塾を継いで2年、俺だって一生懸命やってきたんだよ。そんなのかなえだって知ってんだろ。よくわかってるよ、私だって大学通いながら手伝ってきたんだもん。じゃあもういいだろう、うんざりなんだよ。もうこの塾から解放されたいんだ。お兄ちゃん、いいの、ありがとう。ちょっと、え、ちゃうの。もう、まあ、何じゃないよ、ちょっと話しないよ。なんだよ、止めんなよ。止めんなよっていうか、妹に全部押し付けてさ、自分だけ逃げるなんてひどいと思わない。押し付けるとか人聞きの悪いこと言うんじゃないよ。信頼する妹に全部託してんの。勝手なこと言わないでよ。あ、分かった、じゃあ私が先に出てくね。え、あれ、全部急げね、荷造りしてきます。ちょっと待って、おい、叶え、おい。ああ、こんな時お父さんがいてくれたらな。かなえ、それ言わないって決めただろ。だって、私、今でも覚えてる、お父さんと最後に話した時のこと。俺もだよ、2年前な。すぐ帰ってくるって言ってたよね。うん、お土産買ってくるからいい子にして待ってろとか。ガキかっつうの。なんかまるで昨日のことみたいだね。お父さんの嘘つき。かなえ、そうよ、一番いけないのはお父さんよ。ちょっと昆虫採集に行ってくるって2年のどこがちょっとなの。一体どこまで虫とぎに行ってるのよ。かなえ、たまにメール来たと思ったらどこで何してるのか全然書いてないし、こっちから電話かけても繋がらないし。落ち着こう、落ち着こう。お兄ちゃんだってお父さんのせいでこんな目になってんでしょ。はい、ごめんなさい。怒ったらどうなの。そうね、そうだよね。ごめんください。うるさい。すいません、失礼しました。バカ、ちょっと待って。すいません。はい。そこの角にタバコ屋があったと思うんですけど。さあ、知りません。あ、そうですか。どうも。少しいない間に随分変わったな。あいつらいい子にしてるかな。約束通りお土産もあるし、喜ぶだろうな、きっと。客かもしれないのにいきなり怒鳴るやつがあるかよ。ごめん。仕方ないけどね。にしてもあの子可愛かったな。え？いや、あんな可愛い子めったにいないよ。いや、また会いたいな。あ、これが一目惚れだ。あの一瞬で？お前バカ、一瞬で惚れるから一目惚れなんだよ。はいはい、よかったですね。適当。お父さん？父ちゃん、会いたかったぞ、愛しい我が子たちよ。元気したか。お父さんこそ2年もいてどこ
こで虫取りしてたのよ。2年、てっきり2週間かと思ってた。はあ、道理で角のタバコ屋が駐車場になってるわけだ。どういう時間の感覚してんだよ。あ、そう、これ約束のお土産だ。ほら、何これ、はい、水まんじゅう？広島行ってたの？いや、コーカサスオオカブトムシを追って北コーカサスへ向かったんだけれど、知ってるか？コーカサスって名前なのにコーカサスには生息していないんだよ。知らねえよ。いや、東南アジアにいることが分かってな、インドネシアはジャカルタへ向かったんだ。森に入り、カブトムシの好きな蜜を木の幹に塗っておいたんだ。夜になって様子を見に行ったら、なんとコーカサスオオカブトムシよりもっとすごい大物がかかってたんだよ。大物？ヘラクレスオオカブトとか？いや、それは南米に行かなきゃ無理だよ。もっとすごい超大物だよ。木の幹で蜜を舐めてるところにそーっと近づいて捕まえたんだ。一生分の宝物を手に入れたよ。一体どんな宝物なの？これからじっくりお目にかけるよ。あれ、約束の時間とっくに過ぎてるのにな。ここで落ち合い約束してるんだけど。カブトムシと？来たかな。え、まさかカブトムシ？まさか、なわけないだろ。あ、さっきの彼女、また会えるなんて。紹介しよう、三船はるかさんだ。はるかさんか、いや名前もかわいいな。あ、俺、一条渡るって言います。よろしくお願いします。渡るさん。渡るさんだってね、かわいいんだけど。お父さん、はいはい、彼女はどちら様？ああ、お前たちの新しいお母さんだ。お母さん？で、どういうことなんだよ、親父。だから、どういうことって、だから、こういうことだよ。そういうことじゃねえし。はるかさん、いくつ？19歳です。19？カナエの3つ下だよ。愛に年の差なんて関係ないんだよ。俺とはるかは運命的に出会ったんだな、はるか。え、ダーリン。ダーリンだって。それでどこで出会ったの？だからさっき言ったじゃないか、木の幹で蜜を舐めてるところをそっと近づいて捕まえたんだよ。捕まえられたんです。そうですか。まあ捕まえたからにはな、責任を取らなきゃ。だから結婚することにしたんだ。母さん亡くなって15年経つんだ。お前たちもそろそろ新しいお母さん欲しいだろ。いや別に、私たちも大人だし。っていうか、カナエより年下の女の子、お母さんって。まあそれはそのうちなれるよな。なれるな。あ、それよりカナエ、そのもみじまんじゅう開けてくれ。うん、これね。はい。ジャカルタにももみじまんじゅうって言ってるんだね。何言ってんだよ、もみじまんじゅう広島に決まってるじゃないか。は、ジャカルタから広島を経由して東京に帰ってきたんだよ、なんか。え、ダーリン。にしてもね、なんでこんなのと、あんな可愛い子が。はい、どうぞ。短い恋だったわね。どうも。これからどうなるんだろう。結婚式は盛大に挙げるからな。あ、それと新婚旅行も行くから、その間塾の方しばらく頼むよ。は、またいなくなるのかよ。なあ、はるか、新婚旅行どこ行きたい？ジャカルタ。